シャリ町は北海道オホーツク総合振興局にある町。道東にある知床半島の北側を占め、オホーツク海に面する。アイヌ語で現在のシャリ川の下流一帯を指す地名、サに由来するとされている。アイヌ語では道語源の日高のサルと区別するため、こちらをピンネサ、サルの方をマネサと呼んで区別する。また、 道南の古い物語中では当地を、もしっぱさと表している。オホーツク総合振興局最東部に位置しており、オホーツク海に面している。幅2 5トル、長さ6 5トルに及ぶ知床半島を、ラウス町と二分している。半島中央部を重層している、知床連山は、険しい山岳と深い原子林、オホーツク海の荒波に改殖された断崖が続いており、 世界自然遺産登録エリアのある、知床国立公園がある。さらに、シャリ岳、ウナベツ岳山麓からなる大地とシャリ川、奥シベ別川水系を挟んだ、平坦地からなっており、肥沃な土壌がある。シャリ岳山麓大地は、なだらかな山並みで、一部は、シャリ岳同立自然公園になっている。ウナベツ岳山麓は北西に広がる地域で、自然休養村の指定を受けている。 また、海岸線の一部は、網走国定公園となっている。気温は、オホーツク海の海流や流氷の影響により年平均気温は、摂氏7度以下となっている。冬季の降雪量は、さほど多くはないが、北西の風が強いため、融雪時期が遅い。山岳部の融雪が終わる6月中旬頃までは、 シャリ町特有の平塩現象による南東の強風が、種苗期の農作物に影響を与える。降水量は年間800から1200ミリメートルであるが、融雪期である4月、5月の降雨によっては、河川の水位が高くなることがある。町の歩み三椒姉妹町有効都市役場町長、知床100平方メートル運動ハウス1977年から、 日本国内初のナショナルトラスト運動、知床100平方メートル運動が始まった。これは、藤谷豊町長主導により、乱開発の懸念があった開拓跡地の買い取りに、必要な寄付を募った活動である。知床半島の開発は1914年の幌別、岩尾別地区の農業開拓に始まり、1925年には一時、 ほとんどが撤退するも1938年に再開、1949年の国家プロジェクトもあって入地者が増加した。開墾を進めていく中で畑として使用できる面積が少ないことなどの地理的条件から開拓計画も見直しを迫られた。この2地区には集団入植が3度行われ、ピーク時に60世帯が暮らしたが、 営農条件の厳しさから離農が相次いだ。1964年に知床国立公園指定を受けると知床の原生的な自然が評価されるようになり知床旅情のヒットもあって観光客が激増。それに伴い観光開発や原の商法の対象として着目されるようになっていた。国立公園指定後行政は手当や 転職圧線等によって離農を進め、1973年まで営農していた入植者を最後に開拓の歴史に幕を閉じた。一方で、北海道内外の不動産業者による土地買取の手が伸びており、国立公園内とはいえ保護規制が比較的緩い地域の土地開発が行われて自然が損なわれる可能性があったため、斜里城は農地所有者に対して、 土地を売るという方針転換をした。また、土地を守り抜いた開拓離農者からは、町議会に対して一括で土地を買い上げる、要堪案。国や北海道による買い上げが不可能な状況などから、町の独自事業として開拓跡地の保全に努める、ことにした。藤谷町長は、イギリスのナショナルトラストによる活動に注目し、 知床流のナショナルトラストに向けた行動を始めた。知床100平方メートル運動は860ヘクタールを対象とし、一口8000円で日本全国から寄付金を募って順次土地を買い占めていった。1982年には運動開始5周年を記念して日本国内初となるナショナルトラストを考えるシンポジウムが知床で開催。自治体が進める トラスト運動として国際的にも注目を集めた。1986年には林野町が国有林大量を伐採計画を立ち上げると全国的な反対運動が起こり、1987年には一部のトラスト対象林設地で伐採が一部強行されたが、その後に伐採計画は中止となった。1997年には募金目標をほぼ達成し、 新たに原生林回復、生物小復活を目標とする100平方メートル運動の森、トラスト運動を展開。100年先を目指す長期全体目標、20年ごとに定める中期目標、運動地内を極画に区分して5年で一巡する5年回帰作業計画の3段階の計画に従って作業を進めている。新旧トラスト運動への寄付は個人、 団体含めて約6万8000件、9億円以上に達した。なお、2010年11月9日の正式契約をもって最後に残っていた土地を取得が完了した。開拓地であった歴史を構成に伝えるため、一部の廃屋を残しながら生物省の回復が進められているが、エゾシカによる植生食害が問題になっている。平成の大合併により斜里町でも、 周辺市町村との合併を模索し、2002年に網走市を含む旧市町村で研究会を設置するも断念。その後、斜里群山町での合併を検討した。結果、清里町と小清水町が合併に慎重な姿勢を示したため、実現しなかった。また、知床半島を共有している、隣町の羅臼町も隣接する市別町、中市別町、 別海町との合併を模索するも、市別町と別海町が離脱し、中市別町との飛び地合併と、市政志向を検討していた。新市名を募集したところ、知床や知床の名が付く名前が上位を占め、新知床市、東知床市、南知床市の中から最終的に、東知床市を選び、新市役所を中市別町役場とすることも合意していた。 こうした動きに、斜里町は新氏名に、知床を入れることに異議を申し立てて、騒動となったが、馬の木正町長の自治体名にこだわらず、知床を守ることを全国にアピールすることが大切。との提案により、臨時町議会で、知床を守り育てる町宣言を全会一致で可決し、知床市問題の決着を図った。結局、中標津町の住民投票により合併に対する、 反対票が半数を超えたため、両長による協議会は解散することになり、合併は実現しなかった。国の機関道の機関公益財団法人警察消防病院、高等学校中学校小学校義務、教育学校保育園幼稚園学校教育以外の施設ウトロ漁港第一航空とウトロ温泉街農業は、ジャガイモ、天才、小麦が、 使用三作物として作付けしている。漁業は主体であるサケマスの定置猛漁業が日本国内有数の漁獲量を誇っている。観光に関して知床が脚光を浴びるようになったのは1958年のシャリ・ウトロ間道路の開通とされている。以後、映画のロケーション撮影や1962年の定期観光船、就航、1964年の 知床国立公園指定、1971年の知床旅場の大ヒットなどにより、知床ブームが起こり、ウトロが観光地として飛躍した。1980年に知床横断道路が開通し、1981年の観光客入り込み数が100万人を突破。2000年頃から自然案内をするガイド事業者が現れ、 エコツーリズムの考えの元継承地観光とは違った魅力を全国に先駆けて実践した。2005年には、知床が世界自然遺産に登録。2007年に、道の駅ウトロ、知エトク道の駅シャリがオープン。2011年に、知床5個の高架木道が完成した。立地企業、組合スーパーマーケット金融機関、郵便局宅配便知床シ,シャリ駅シャリ、 バスターミナル道の駅シャリ道の駅ウトロ、シリエトク廃止となった路線アバシリバスが運行していたアバシリ市方面への一般路線バスは2018年6月1日付で廃止となり、同日よりシャリバスが運行する。町内を通る幹線道路はシーニックバイウェイの東オホーツクシーニックバイウェイになっている。また国道244号と 国道三百三十四号を軸に、その前後に続く道路は、直線区間が長く眺める場所の高さと越えていく、丘の四角効果により奥行き感のある、直線道路の展望が人気の観光スポットにもなっている。フレペの滝遊歩道と知床連山、腰川橋梁、指定文化財参照国登録道指定長、指定映画ドラマ化、小説五十音順出身人物ゆかりのある人物、 シャリ町町民憲章私たちは、修法シャリだけを仰ぎ雄大なおホーつくと知れとこの自然に育まれたシャリの町民です。私たちは、先人が未開の地に挑んだ開拓の魂を受け継ぎ、みんなで手を携え産業の発展と平和で明るい豊かな町を築くため責任と誇りを持ってこの町民憲章を定めます。昭和43年9月17日制定宣言。 行政自然産業観光、ありがとうございます。